今日もですね、ラスベガスからお送りしたいなというふうに思ってます。僕はですね、基本的に歩くのも早いんですね。これはね、結構重要で、人生においても何でもそうなんですけど、とにかく基本動作、日々の基本動作を早くしようと。喋るのもそうだし、とにかく徹底的にですね、歩くのを早くする。もうこれはね、絶対やんなきゃいけないというふうに思ってるんで、ぜひですね、皆さんも、率先して歩くのを早くしてください。僕、ラスベガスでですね、周りの人間の中で一番歩くの早いと思うんですね。ということで、ちんたら歩かないで、毎朝だけじゃなくて、とにかく早く歩きまくるっていうのが重要だということをお伝えしました。